1976年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成写真中央にお釜があり、その東側に五色だけがある。これらを東側が開いた C 型の外輪山が囲む。南側の外輪山の勝田岳頂上には、座王の名称の由来となった勝田霊神社、及び座王レストハウスなどがある。 ザオハイラインは、東西に伸びるザオエコーラインから分岐して買っただけに、至る、つづら折りの道路として、写真家に見える。ザオハイラインは、宮城県勝田郡ザオ町東た温泉から同群、七日宿町あざかっただけに至る 2.5km の、一般自動車道事業による、有料道路である。宮城交通が管理する。ザオ連邦の岡間観光、及び、 勝田岳山頂にある座王の名称の由来となった勝田霊神社への参詣などのために用いられる観光道路である。文化の日の数日後から昭和の日の数日前までの約半年間、冬季閉鎖される。また、冬季閉鎖期間の前後数週間は昼間のみ通行できる夜間閉鎖も行われるので、通行には注意が必要である。 1964年9月27日に開通。当初の道路管理者は、千南交通だったが、1970年10月1日の企業統合により宮城交通の管理に変更された。通行料金は昼間のみ徴収している。夜間の通行は無料。規定運量超過や路面凍結により、ノーマルタイヤで走れない状態などの際には、 事前通知なしに通行止めが実施される場合がある。2019年の料金2008年は仙台宮城デスティネーションキャンペーンがあったものの原油価格の高騰によって通行台数は減少した。その他の年次は13から14万台年の通行台数となっている。ゴールデンウィークと紅葉シーズンの土日休日に渋滞が見られるが月別で見ると 梅雨の時期が少なく、紅葉シーズンや夏休みシーズンに多い。開通を記念して、1964年に、ザオーハイラインの歌が制作されている。作詞、清水実、のる、作曲、小野義則、編曲、坂本昇、歌、丸山剛氏による。戦乱交通がそのシートを配布したほか、CD、懐かしの仙台 CM 大百科に収録されている。 ありがとうございます。